現在、サウナ好きのため、アパレルでやるためのために、地域密着サウの情報を発信するためにや、サウナ業界はまだ成熟してないと思うんですが、オージナのどのように共有する優を取りますかこれは難しいな、えっと。ちなみに,うちに、うちも青汁ヒルズにサウナ作ったんですよ。プライベートサウナ。めちゃくちゃいいですよ。サウナだから僕最近好きなんですけど、その競争優位性っていうか、 考えにおいては、今なんでかっていうとサウナの知識は仮に横並びだとしたら一つ大きく抜きに出てるのが発信力なんですよね。ミノワさんツイッターで自分で発信力を駆使して言論を作れるじゃないですかで著名人ともつながってるじゃないですかでそ,のそういう人たちに勝とうとするのはなかなか正直難しいと思います一般の人は。うん だから、じゃあどういうふうに考えられるかっていうと、まあ、一緒に手を組むっていうのは一つ考え方としてありなんじゃないかなって思いますね。うん、やっぱね、発信力っていうのはすげえ競争優位性なんですよ。めちゃくちゃ強いんですよ。業界のなんかトレンドだったり言論を作れるんですよねだからそういう人とよほどの材料がないとそのビジネスで競争しちゃいけないと思います。